お願いいたします。いや、スタッフさんがやはりこの寿派が多いんじゃないですか。新川派と寿派がいるならば、大概新川優愛と寿司のハッピーフライエーション、それはどちらかといったらツーショット、もしくは新川さんからもらうでしょう。これを僕のワンショットからってことは、引きもないのに僕のワンショット、確実にスタッフさんが寿派でしょうね。同情です。同情なんだよ俺どんだけ落ち込んでんだよなんで同情ってさあ、今日もね、生放送でね、アメスタからお送りいたしますが、視聴者の皆さん、そしてスタジオの外の皆さん、こんにちは、よろしくお願いいたします。さあ、今日はね、こう内輪的なね、この応援をされているというか、もうあるけどね、もうセリフ見て書いてあるけれども、うん、今日はちょっと特別ゲストも来られるんで、はい、そのあたりもちょっと注目していただきたいなって、はい、さっきね、パーってここ開いたじゃないですか、はい、そしたらね、外にいるね、こうね、まあ正直も言いますよ、大使っていうね、あれをこうみんな持ってるじゃないですか、はい、その彼女たちが僕に向かって手振ったんだけど全く興味ないでしょ、僕についでに全く興味ないでしょって言ったら4人ぐらいが下向きましたけどね、リアルになっちゃうでしょそれは。本当にありがとうございます。お願いいたします。週末を楽しく過ごすための情報番組、新川優愛とことぶきつかさのハッピーフライエーション、イエイ、お願いいたします、はい、今日はね、スペシャルゲストも来てるということなんで、はい、もうパッパ行きたいなと思っております、はい、ここはメーバーフレッシュスタジオから国会生放送でお送りしますよ、はい、ということです。まあ今日でもう19回目ということで、早いですね、もう早いものですけれどもね、うん、そんな中1回ゲストに出てくれただけで、本当にハピフラメンバーって言っていいんですかね。まあそうですね、となるともうメンバー溜まってますよね、結構ね基本慣れ慣れしいですからね慣れ慣れしいそうそう、あのね、ケミオくんぐらいはいいと思うんだ。いいんですよ、いいんです。月1ぐらいで来てくれるから、ファミリーで、そう、あのキリア監督とか俺ファミリーって呼んでいいのかなと思ってそう、本当に、ちょっとどうなのかなっていうのはそろそろ多分一悶着あると思います。そうですね、はい、でもね、キリア監督ね、以前ゲスト出てくれたじゃないですか、うん、結構熱いね、映画トークしてくれてありがたいなと思ったら、本当に律儀な方で、終わってね、出て行ったら桐谷監督もうほら次の現場があるから出ちゃったんだけど、スタッフさんにあの LINE のアドレスをちょっと寿さんにっつって、はい、でくれて、で一応一往復だけしましたよ、ありがとうございましたって。一往復しました。あの LINE で一往復って僕ほとんどしないからね。いや、だからすごいことだなと思って、うん、まあ、飲み行こうよって言われたけど、どのタイミングで LINE していいか分かんないけどね、難しいですね、それは難しい。飲みからまたお話聞かせてください。で、とんでもないメンバーと一緒にいるんですから、うん、いや、そんなことで、はい、45分ハッピーな時間を過ごしていきたいと思います、はい、さあ、先ほどから言っているようにゲストの方がいらっしゃってるということなので、ゆわちゃん、タイトルコール、はい、お願いします。今週のハピフラメンバー、イエーイ。さあ、というわけで今週のハピフラメンバー登場してもらいましょう、はい、この方、中川大志さんです、どうぞ。どうも、来た、こんにちは、来た来た来た、ありがとうございます。いやー、中川さん、このね、番組はちょっとあの、はい、スタジオの外にいるね、ファンの方々に寄ってくで有名なんですよ。すごいですね。ちょっとピースしてもらっていいですか、ピース、ピース、ピースしてもらっていいですか。ありがとうございます。今大丈夫ね、ピースしてって書いてあるからね、ピースさせてもらって、あったね、これで今あの寿司さんのポイントもちょっと上がったでしょね、ピース。めっちゃうなずいてるめっちゃうなずいてるすごい。いや、指さしてってのあるんで、ちょっと長谷さん、いいですか、申し訳ないけど、指さしてもらって、あの真ん中指さして、指、いい、これでいい、嬉しいよね。俺も指さしてみたけども、あ、俺は別にいいのか。投げキッスしてって。投げキッスじゃん。ちょっと待って、投げキッスはちょっと事務所的に問題があるかもしれないんで。中川さん、投げキッスどうですか。投げキッス、簡単に、簡単にちょこっと、どう、キャーじゃないよ。ていうか、そっちの声聞こえないからよくわかんないんだよ、リアクションが。でもこう、みんな嬉しそうにしてるから。みんなうわーってなってましたけどね。うん、さあさあ、中川さんなんですけれども、はい、今日来てくれたことには当然理由があります。はい、さあ、そんな中で私、映画パーソナリティなんていう仕事をしております。まあ、新作映画情報なんていうコーナーやってるんですが、はいはい、このコーナーを
前倒しにしてお届けしたいと思います。本日のゲストは中川大志さん主演作品現在絶賛公開中の映画通学シリーズ通学途中の予告 VTR をご覧ください。どうぞ。吉澤くん、最近やっと彼の顔をまともに見られるようになった。あー、吉澤くんタイム終了。ゆかです。きょうちゃんの彼女です。彼女がいて当たり前だ。もしかしたらなんて期待してバカみたいだ。本当に好きなら諦めなくていいんじゃねえの。恋をした君に伝え。一条は好きだよな。ユキは不思議なんだよ。ユキといると楽しくて悲しいから。彼氏いたんじゃん。彼氏じゃないよ、ただの友達だよ。京介くんのことが好き。京ちゃんの前に二度と現れないで。ユキ、お前も頑張れよ。ユキには好きなことしてほしいんだ。自由に思うままに。もし僕が必要なら会いにおいで。言葉も荷物も何もいらない。ただ会いに来ればいい。恋をした君に。コウといると前向きになれる気がした。だけど今の私はまだコウに会う自信がなくて。ユキちゃんなら絶対大丈夫だから自信持って。ユキに会いたい。いつだって僕はユキに会いたい。VTR 見ていただきましたが、こちらが中川さんが主演の作品なんですけれども、はい、まあ、女子中高生から絶大な支持を誇る小説投稿初の大ヒット小説通学シリーズを注目の若手キャスト共演で映画化したということなんですが、本作のまあどんなお話か、まあ、僕が説明してもいいんですけれども、せっかく中川さんが来られてるということなので、ちょっとどんなお話か説明してもらってもいいですか。はい、はい、この話はですね、まあ、簡単に言うと、まあ、片思いのお話というか、うん、まあ、片思いの、まあ、甘酸っぱくてちょっと切ないような、はい、そういうお話になっていて、結構みんな登場人物がすごく不器用で、うん、まあ、気持ちがこういろいろと交錯しているというか、うん、そこがまあ学生時代ならではの恋愛の良さでもあるのかなと思っていて、まあ、そういうキュンキュンできるような映画になっていると思います。確かに。いや、だから今、まあ、あの内容ねちょっと言ってくれましたけれども、はい、まず大前提、視聴者の方々で、まあ、この通学シリーズってよくわからないなって方もいらっしゃると思うんです。ちなみにシリーズってなんだっていうことなんですけれども、はい、こちら見ていただけますか。通学電車、そして通学途中、これを2作で通学シリーズというわけなんですよね、はい、通学電車は11月7日から公開されております、はい、そして通学途中は11月21日から公開されているんですが、はい、この2本の通学シリーズが交差シンクロしてるんですよね。そうなんです。で、要は中川さんは両作品ともこう出てるというか、はい、まあ、はい、ちょっとだけですけどもね、こっちの電車の方はね、電車の方にもちょこっとだけ出てます。だからこの2つの、映画がシンクロするっていうのが非常に面白いと思うんですけども、はい、ゆあちゃん、はい、こちらの作品も見られたということなんですけれども、はい、そうなんです、はい、私はそうですね、こちらもこちらも両方見させていただいたんですけど、なんか懐かしい気持ちになりますね。もう22なので、うん、なんか高校生のそのなんて言うんだろう、うまくもうみんなうまくいかないみたいな、うん、みんなもどかしくて、でみんな切なくて、でもみんなすごい頑張って、うん、いろんなことをその高校生のその時しかない時間を一生懸命過ごしてるところに、すごい、なんて言うんだろう、感動したし、もちろんキュンキュンもしました、うん、するよね、うん、でいっぱい聞きたいことあると思うんですけど、今視聴者の方々でね、あと10分ぐらいかな、中川さんいらっしゃってくれるのかな、質問とかあったらどんどんくださいね。これちょっと今日はね、中川さんにいろいろ聞いていこうと思ってるんで、本当に質問あったらね、今日ちょっともう、はい、そのね、質問に答えるコーナーをちょっと設けますから、
いっぱいあったら。ただこれが 2,3 通だったらちょっとこっちの方になりますんで。めっちゃ来てますよ、めっちゃ来てますよ。もう来てます。ちょっとじゃあいいですか、リラちゃん。スパイス君かっこいい、うん、DVD 買います。近くで公開されてないから DVD を買います、うん、なるほどなるほどね、うんうんうん、はい。これで見れるの。岩ちゃん、まだ女子高生行けますよって、あなたの話じゃないで、これ。違う。あなたが来てるね。他は、あ、やったら今からどんどん質問ね、受け付けますよ、はい、ということです。はい、まあ、ちなみに先ほどね、中川さん言いましたけども、役柄的にはちょっとこの、女性を見守るというか、まあ、片思いの役じゃないですか、はい。こんなね、おっさんが言うのもなんですけども、正直、プライベートで片思いしたことないでしょ。ありますよ。ちょっとほんとその辺俺グイグイ行くよ、そこは。ほんとにあるんですね。どういうことですか、どういう相手だったんですか、片思いした相手。大体でも、うん、なんですかね、結構一目惚れじゃないですけど、あなんか、例えばお店の店員さんとか、うん、え飛行機のスチュワーデスさんとか、え、あ綺麗な人だなと思ったら、僕はもうその瞬間に、うん、キュンと来る、キュンと来ちゃう。でもさすがに声はかけられない。それであの自分の中に留めといて、うん、こう夜寝る前に、あの人綺麗だったなって思って寝て、まあ、次の日はもう忘れてるみたいな感じなんですけど。いや本当にこのその一日あれだ、大人になったらね、もしかしたらですよ、はい、もしかしたらこの飛行機乗る時にね、はい、あの CA の方とこう対面で座れる席をねリザーブするっていうパターンもありますけどね。やめてください、やめてください。そこにいるとこう近い席でね、こう喋れるみたいなこともあるみたいですよ。僕は知りませんけれども、はい、そうですね、あるんですよ。あとね、これはあとあるね芸能人の方に聞きました、はい。飛行機とか乗ってると、例えばあのちょっとおの飲み物はなんて言われて、うん、こう紙コップでドリンクもらったりするじゃないですか、はい、芸能人の方はね確実に、ね、後ろ見た方がいいって言いますね。レア番書いてる場合ありますからっていうことをね、ある芸能人の方に言われてから、やっぱりね、や意識はしちゃうのやっぱり。でも毎回そうね、8年ぐらい見てんだけど1回もないけどね、はい。まあ、僕にねあるわけないんですけれども、いやただね、おいくつでしたっけ、はい、今17です。ここなんですよ、17歳で。ゆあちゃんとはもう共演は経験があるんでしょ。何で経験したの。GTO っていうドラマで、うん、当時3年ぐらい前だったんですね、うん、僕まだ13歳とか。はあ、中2でしたね。声若かった。だからだね。いやだからリハーサルじゃないけど、おはようございますって挨拶してもらったじゃないですか。ゆあちゃんがちょっとお姉さんっぽかったもんね。うそ、ほんですか。大丈夫みたいな、食べてるみたいな。そんなこと言ってない。そんな親戚のお姉さんみたいな感じだったよね。ちょっとそんな感じやな。言ってないですよ。細い、いつも細いわね、あんた食べなさいよみたいな、親戚のおばちゃんみたいな感じでしょ。大人っぽくなったわねって言って。あ、いやそれはおばちゃんもだって、あなたも十分若いんだから。そうですよ、ね、1年ぶりぐらいなんですよ、ドラマも。去年の水球ヤンキースっていう夏のドラマだったので、もう1年以上経ってるので、久しぶりに会ったら、やっぱり成長期っていうのはすごいですね。どんどん大人になってくるんですよ。13歳の時からでいうと何センチぐらい身長伸びたんですか。身長はでも10センチ近く伸びたんじゃないですか、ね。10センチ伸びてない。そんな伸びてないよ。5センチぐらいですからね。ちょっと盛りましたね。ちょっと長谷さん、長谷さんが持っちゃうとこっち正確なとこ分かんないから。多分5センチぐらいですかね。5センチぐらいは伸びた。だからもう13歳の頃から結構身長大きかったのね。大きい方でしたね。うん、じゃあちょっとコメントなんか質問、これは言ってみましょう。大志くん、松兄と仲良くしてますか。え、松兄っていうのは誰。松兄、松本人志さんですか。誰ですか。松兄さん。わかんない。どの松兄さん。どの松兄か、すぐちょうだい。今このか、こんな、ね、何さん。どの松兄さんでしょうか。何さんかな。どっか行っちゃった。マイバさん。速攻ください、誰か。松兄すげえ、もやもやしてるんで。僕の友達に松岡っているんですけど。え、違うの。これもあります。大志くん、年下と年上どっちが好きですか。年下と年上。どっちがあんま考えたことないですけどね。いや、あんま考えたことないって僕分かんない。17歳ですよね、はい。年下好きってちょっとなんかもうよく分かんなくないですか。もう、あ、はいはい、え、あ、松岡さん、 TOKIO の松岡さんですかね。あ、そう、なんかいいんですか。あ、でも一度ドラマで共演させていただいてから。あ、松岡さんって言ったらやはりこの兄貴肌の2人なんだな。ですよね、はい。あと何、大志くん、はい、無遊病治りましたかって何これ。いや、あ、よく知ってらっしゃいますね、うん、僕。七尾さん、ありがとう。